ろ考えてね、北陸でね、日本一堂に留めるべきって、高専ルカは大地をまたと気になるべきって、大衆様がね、日本一堂ということで言ってやりながら、そんな民衆率なんかが、なんで出てくるのか。あなたね、神一人、下一人っていう五問、よく読んだことある。本当に全員だと思ってんの、はい、そこがもう愚か。大商人の御所にそういう使い方してないの。じゃあ日本一堂ってどういうことなんですか。まず神一人よりしも一人ね、そこからやりましょう。私は大商人様は全人類未来永劫に絶対に救われていく様だと信じてますので、そんな民衆率の一部のだけ助かっていいとか、そういう仏様ではないと思う。誰が民衆率、民衆って言ってないでしょ。国衆率って言ってんだよ。国主率ってことは、その時の政治体制においては、例えば本当に専制君主だったら、本当に天皇一家一人がね、入信してトップダウンでやりなさいって、そうなるんです。それでもいいんです。だけど、現実に今天皇のじゃあね、主権在民とあって、直線なんていうそのないじゃないですか、現実に。しかも天皇はもう象徴天皇だから、もう、ね、直線並びに身寄せちゃう。考えなくていいってことなんですか。直線並びに身寄せ、その時の天下の国家において必要な手続きを取ればいいってことなんです。でも目的としてることは同じなんだよ。そんな一部の人間たちが入信して、一部の人間たちが入信して他は入信しなくても高専力とか、そういう意味で言ってるんじゃないんだよ。そこは目指してるわけさ。ただ最終的な手続きの時に、何も今の時代でだよ、この時代からこの直線でなきゃいけないとか、身を処ってのはこういうもんだっていうこだわりがいかんつってる。で、いきますよ。一方一同の意義はね、いいかい、五章を聞きな。神一人より死も万民に至るまで阿弥陀堂を建て、阿弥陀仏を本尊と、もてなすゆえに天地の怒りあるかと見え候っていうお言葉があるんだ。事実はないんでしょ。これまず神一人より死も万民までみんな念仏じゃないでしょ。まず一つ。しかも同じページにこうあるんですよ。真言宗と申す宗は、神一人より死も万民に至るまでこれを仰ぐこと日月のごとしって、矛盾してるでしょうが。大聖人様が言ってることが、高専ルカはどんな形だ。おい、ちょっと聞きな、これ。いやいや、もうそれ、私たち頭悪いから。じゃあ説明するから、いいかい、はい、人のキャッチボールしなきゃダメ、はい、それあなたね、どこでもみんなそうなるよ。その人の言うことは聞かない、自分だけの思いだけで言う、動く。質問答えてください。まずさっきの神一問って言ってるから、それを答えてんだろうが。たくま、本当にいいかい。大聖人様は、分かる言葉で言ってください。別にこの子たちは十分分かってます。分かんないのは検証会のお二人だけ。顔面コロナ脳みそに入らないだけで、十分正しいお題目を唱えてるこの子たちの方がよっぽど分かってる。じゃあね、じゃあじゃない、いいかい、神一人よりしも万人から片付けていくから。人が丁寧に一個一個やってんのにさ、散らかすんじゃないよ。ちょっとしつけしっかりしてもらってくださいよ。いいかい、大聖人様は浅井松永が捉えているような神一人より死の万民という捉え方じゃないんです。これは慣用句なんです。一つの慣用、上等的な慣用句として、その証拠に挙げたわけに。だから日本全土がみんな阿弥陀仏を拝んでるわけでないのに、このお言葉を使ってるわけだ。しかも同じページに日本全員が真言宗やってるって書いてあるわけ。これをあんた方の解説って言ったら、完全に大聖人矛盾してること言ってるじゃん。片や念仏やり、片や日本全土がみんな真言やりって、これは一つの 上等的な慣用句だってことは分かるでしょ。これだ、それに当てはめていくわけよ。だからと言ってたよ。だからといって、そのあれもたばかりだけどね、3分の1の人だけが入って高専力なんてそんなこと言ってないからね。教会が言うね、その高専力の定義ですよね。あの直線並びの魅力性を天皇とね、あの政治のね、言葉でもって、これが高専力になるということで日本一堂が収まるんです、うん、これおかしいですか。おかしいんだよ。だから直線並びに御行書っていうことを指紋のとっていうの、その言葉にとらわれすぎてるわけで、国会の議決とかなんとかって、御行書をね、国会の議決はなんとかって言ったのが結局田中千直なんだよ。帝国議会の決議を持って言い出したの。それで全く浅井さんがそれをパクってるだけなんだよ。
歴代発出者は腹が違うかもしれないけれども、大聖人様の心の地はですね、国はね、その三大の方をね、保ちて、そのね、階段大御門様の領有によって仏国出現というのが、大聖人様の一番の願いだと。思うだけでしょ、はい、じゃあこの古神の大事、これにしかずっていう古神っていうのを、なんで浅井さんが、化脈僧正無口な浅井さんが勝手に知ってるんです。おかしいでしょ。浅井さんごときが、なんで大聖人の古神の大事が知ってるんですか。生意気なんだよ。生意気の一言で言うと。でもね、先生は我ら文句があって言っただろうが、喋ってることはここを断定してるわけだよ彼は。そしてこういう無知なものに繰り返し繰り返し民謡書は国会の激図だ激図だっていうふうにしあの刷り込んで、こういう顔面な人を作っちゃったわけ。いいかい、古神の大事とそれから化脈僧正しかわからないことなんだから、それを浅井さんが勝手にだ、田中地学ばりの教学で狂った学でこの直線並びに見ようしを勝手に決めてるだけなの。大聖人は一言もこれを国立だとかそういうこと言ってないんです。どこ読んでも。じゃあもう宗門はその国でもってそういうものを立てるってことはいらない。だからさ、その時のその政治体制になってみなきゃわかんないって言ってんの。宗門ってじゃわからないですね。わからないですね。だってそれはちゃんとあるよ。三大統領を読んでもわからないってことですね。わからないさ。あなた方みたいなね。